お忙しい中お集まりいただき本当にありがとうございます。20日に発表いたしました、現役引退ティガーレ仙台を退団するにあたって私の口からきちんとお話をさせていただきたく、シーズン途中ではありますがこのような場を設けさせていただきました。まずは選手としてですが、去年から今シーズンで選手としては引退しようと思っておりました。ここまで選手を続けることができたのはバレーボールを通して出会いに恵まれ多くの方に支え続けていただいたからです。選手として費やしてきた時間を次世代のバレー選手やスポーツの普及により力を入れ支えていきたいと考えたからです。そして監督としてはチームの状況もありましたが設立2年目から選手兼監督という立場でチームに携わってきました。監督として初めての経験ではありましたが指導していく中で個々に努力し年々成長していくチームメイトを身近で見ていた私はとても楽しくやりがいを感じていました。今シーズン現役を引退しても引き続き監督としてチームに貢献したいと思っていたので今年はコーチ4の取得の準備をしておりました。ただティガーレ仙台の運営側と来期の話をしたところ現時点でコーチ4を持っている方を監督として迎え入れたいとのことでした。このようなこともあり対談することに決めました。いつも応援してくださるファンの皆さん、スポンサーの皆さん、友人、家族にこの場を借りて感謝申し上げます。